こちらのブースでは、新型の小型ガルバノスキャナヘッドによるレーザー溶接システムについてご紹介いたします。こちらのシステムは、アーク溶接のような線状の溶接を強化する新システムです。大きな特徴が3つございます。1つ目は設備のサイズです。こちらの新型のガルバノヘッドは、安川電機のガルバノモーターとリモートレーザー機能の技術により、最高8キロワットの高出力レーザーに対応しながら、重量7キログラムという小型化に成功いたしました。ご覧いただけますように、アーク溶接用小型ロボット AR1440 に搭載可能です。また、プロセスファイバー以外の配線配管は、すべてロボットの中空母を通るすっきりとした偽装を実現しています。2つ目の特徴は、誘導の広いレーザー溶接です。従来のレーザーの直線溶接では、こちらのように溶接線の幅が非常に狭く、ワークの位置ずれやギャップが生じた際にうまく溶接ができないという課題がございました。本システムでは、こちらのようにガルバノスキャナーに円や直線といったオブリングパターンを高速で描かせながらロボットを動作させることによって、溶接線の幅を拡大、ワークの位置ずれやギャップに対しても良好なレーザー溶接を実現いたします。3つ目の特徴は、高速なガルバノの制御を生かした溶接品質の向上です。こちらは、円の半分を高周波数、半分を低周波数で動作させています。こちらのようにパターン一周期の中でレーザーの条件を細かく設定制御することが可能です。これを用いることで、例えばテーラードブランクの溶接の付け合わせ溶接の際に、ワークの板図に応じてレーザー条件を変更し、高品質な溶接が可能と考えています。また、このパターンは最高 500Hz という高周波数で描くことが可能です。これによりパターンを描きながらも高速な溶接を実現いたします。それでは、実際の溶接の模擬動作を行います。まずは、前方を開いて L 字すぎ手にご注目ください。ロボットの速度は9メートルパーミニットです。ご覧いただけますように、非常に高速に溶接が可能です。実際の溶接の様子は、モニター右側の映像でご紹介しております。オブリングパターンがワークを溶融させ、接合している様子がお分かりいただけると思います。次に、曲線の模擬動作を行います。前方右側、円筒状のジグにご注目ください。このような溶接の場合、溶接線の進行方向に対するオブリングパターンの向きを常に一定に保つことが、溶接品質上非常に重要となります。本システムは、ロボットコントローラーがガルバノスキャナーを制御することによって、ご覧いただけますように、溶接線の進行方向に対して常にパターンの向きを一定に自動で制御することが可能です。これを用いることで、例えば排気系のパイプの溶接にレーザー溶接を適用することが可能と考えています。本システムは、今までレーザー溶接の適用が難しかったワークにレーザー溶接を適用し、お客様の生産性を向上することができるシステムになると確信しています。以上で、こちらのブースの紹介を終わります。どうもありがとうございました。